1943年10月5日撮影のメンバー。前列右3が、州保つ中第88独立狙撃旅団は、ソビエト連邦が第2次世界大戦中に創設した民族旅団の一つ。極東戦線情報館に直属し、満州、朝鮮半島における偵察、破壊工作を使命とした。旅団は、元東北抗日。 津波軍将兵が中核となり、東北抗日、津波軍の元司令官で、中国共産党の州保中が旅団長となり、主として、中国人と、後の北朝鮮国家主席である、金日清ら朝鮮人から編成された。金日清は、自らの朝鮮人民革命軍が、東北抗日連軍に編入されたことをかいころく、世紀とともにで認めているが、 ソ連軍とは連携しただけとして、現在の北朝鮮では、解放党とともに、同旅団の存在は精神に矛盾するものとして無視、されている。中国共産党は、この部隊を、東北抗日連軍共同旅団と称している。あとに、旅団の中核となる、東北抗日、貫根軍は、1939年頃から、関東軍と満州国軍の大規模な、 総統作戦により、多数の戦死者を出した外日本当局に基準する者も,も出始めた。修補中、蔡伊沢県、金作、金日政等、残った者たちも、物資の不足により、活動の続行が困難となった。そのため、彼らはソ連に脱出することを決定した。1940年12月末。 ツラネ軍は、アムール川を渡って、ソ連領内に入った。ソ連領内では、ツラネ軍の活動支援のため、沿海地方のボロシーロフスリースク郊外に来た。野営、トルクメニスタンのケルキ郊外に南野営を設営した。当初、約100人がここで訓練を受けたが、後に200から300人にまで増加した。独ソ戦勃発後の1941年7月、中旬。 ソビエト政府は、日本の北進に備えて、これらの野営地に基づき、第88独立狙撃旅団を編成することを、決定した。旅団は、ハバロフスク市のブヤツコエナ、アムーレに配置することが決定された。1942年7月21日付局東戦線司令官、ヨシフ・アパナセンコ上級大将の命令第00132号に基づき、 旅団の編成の期間は、同年7月28日から9月15日までの間と定められた。部隊の充足は、東北高日、貫根軍の中国兵と、朝鮮兵の外、中国系、朝鮮系ソ連人、その他の少数民族から行われた。横暴な、日本人指揮官に耐えかね、殺害して、ソ連領に逃げてきた満州国軍第一弾の兵士も、いた。 旅団隊員の大部分は中国人で朝鮮人は10%に過ぎなかった。その後、後続してソ連領内に入った部隊も合流し、第88旅団の兵員数は1500人を超えた。スラネ軍から来た多くの者はソ連の軍事学校の即成式家庭か、管区将位課程を受け、赤軍の階級を授与された。通常、旅団の指揮官職には、 中国人が、副式官職には、赤軍の将校が任命された。兵員は、赤軍の軍服を身につけた。第一大隊は、第一素地軍系、第二大隊と第四大隊が、第二素地軍系、第三大隊が、第三素地軍系の人員で構成されていた。各独立狙撃大隊は三個中隊からなり、各中隊は三個小隊からなった。 装備は、小銃 X4312 丁、自動小銃 X370 丁、銃機関銃 X48 丁、軽機関銃 X63 丁、火砲 X21 門、対戦車銃 X16 丁、自動車 X23 両。第88旅団の兵士は、満州、朝鮮半島地域において、偵察、破壊工作活動に従事した。 その詳細は不明だが、旅団長の修補中は、1940年から1943年の間に、計89人の原因があったことを報告している。その内訳は、以下の通り。1945年7月、ソ連軍の対日参戦に備えて、旅団から無戦機を装備した100人を投入する、戦闘行動計画が立案された。しかしながら、 ソ連軍の急速な進撃と日本の降伏のため、この計画は実行されなかった。かくして、第88旅団、その大隊長である、金日成が、朝鮮半島の解放に参加する機会は、訪れなかった。1945年8月29日、第2極東戦線司令官、マクシム・プルカエフ上級大将の命令第 0105N に従い、 日本の侵略者との戦いの前線における戦闘式任務の模範的遂行とこの際に発揮された勇敢さと勇気に対して金日成に赤旗勲章が授与された。同命令により第88旅団の将兵216人に各種勲章とメダルが授与された。第88旅団は1945年10月12日付局東軍管区司令官令。 第霊音2号により解散された。ありがとうございます。